今日は5月の22時、白柿の日です。朝早くから夏の日差し、今日も、夏日になりそうです。今日はね、スイレン2つ咲きましたね。上の池の岸辺では引き衣装帽です。もうすっかり、初夏の気分が、夏の気分が変わってきて、それで庭関所ですね。これは庭関所なのね。イチジクも大きくなってます。アンゲショウも間もなく白い葉っぱになるでしょう。下の池。どうも綺麗に咲いてますよ。やっぱり、6弁、7弁、花弁咲きが多くなっています。青緑も一緒に繁殖してます。はい、茶碗バスも、葉っぱをまず伸ばしてますね。はい、こちらにも木勝負笹山から持ってきたそうです。はい、今日も暑いですが、日曜となったので皆さんご苦労さん。